チャオ、あっちゃんです。今日5月、じゃあ3月の5日、あっちゃんちの晩ご飯は、地鶏のタレで、これ龍馬のね、地鶏のタレ、シャモ系地鶏の出汁の旨味、シャモ系の地鶏、阿波踊りの出汁を旨味にしたやつに、宇田緑のつみれ団子と宇田緑のお肉で、お鍋作っていきたいと思います。では、まずね、お鍋にね、このだしをね、入れます。このだし結構すごい美味しいのよ。まあ一回使ってね、少し高いんだよね。で、これにね、プラスアルファ今の鶏つみれを作ったこのスープ、これをね、入れます。で、これね、塩のだしで出しとったから、めちゃくちゃ出汁がね、出てね、美味しいね。よし、これをね、使って作っていきたいと思います。まずね、白菜そんな食べへんからね、おばあちゃんしか食べへんから白菜は、まあ、子供たまに食べるけどね、あんまり食べへん、ね、特にもう芯のとこはね、食べへんからね。皮はほとんど食べません。量はたまに食べます。白い硬いところだけ取ってね、これをこんな感じで葉っぱだけ取っていきます。それはそういう切り、それと、何行こうかな、ごぼうをね、食べるかな。ごぼうとチーズ、こんだけ。ごぼうさっきね、煮ときます。ごぼう硬いんでね。結構まあ、レンチしてもいいかな。これぐらいに適当な大きさに、こんな感じでね、ちょっとね、入れておきます。これ先ちょっと根っこ置いておきます。
ここ僕から出し入れるしね。でね、そうや、これしたろと思って子供にも好きやからね、1本入れたろと思ってさ、お鍋にも取り出してね、何でもいいの美味しかったらね、お湯蓋はね、ちょっとね、電池にしましょう。めっちゃ芽が出てる。お、思ったけども。こんな感じで、ラップしてね、2分ぐらい。あとね、大根さんを大根さんね、最後はね、薄切りしておくと食べやすいんでね、すぐ煮えるんでね、これ味も染みるしね、まあネギをね、切ってネギと鶏だけで鍋したら絶対美味しいよね。じゃあそれ好きやねんけど、それとね、水が、水がめっちゃあったから、よいしょ、水をね、あのホタテで洗ってあるから一回だけサッといきます。切ってこんな感じで入れていきます。多いかな、多いね、それだけなんで。はい、ね、またね、あっちゃん大好きな餅切りいきましょう。もう海苔餅切りなかったらあっちゃんがっかりします。これね、お揚げさん、三河大豆、これあとでコスモスで買った、
これはどうやろうね、開いてるかな。開いてない。自分で開くタイプや。あのね、あの北海道のやつは、北海道国産大豆のやつは開いてくれてあるのね。なんかすごい楽やねんけど。三河の大豆ってのは良さそうやん。なんか知らんけど。よいしょ。これでね、ちょっとこれ置いて。で、ちょ、何をしてるんだ。これや。よいしょ、いや、お、いい感じ。三河ってね、みりんとかお酢とか作ってるイメージが強いよね。あーちゃん結構三河の方はね、よう行っててね、車買い付けにね、よう岡崎とか行ってたんよ。だからみりんっていうか岡崎、三河地方って結構そういうイメージがあってね。よいしょ。なんか知らんけど三河にね、よう会社が入ってきててね、会社好きやからようね、買いに行ったり見に行ったりで、日本にね、なんか入ってた珍しい車やねんね。それの代理店も三河にあってね。でね、K に引いてて、日本で、フェラーリとかチューニングしてる。チューニング、改造、改造車やけど、それの正規代っていうのが三河って、岡崎にあって、で、そこ行ってね、喋っとったね。だから、なんか、すごい愛想悪かったね、最初。で、おばあちゃんがすごい愛想の、で、こう、愛顔したおばあちゃんが出てきて、どっから来たんだよ、喋っとった。奈良あげた。うちの娘奈良とつんどんねんだよ、話ね。コーヒー出してくれてさ、すっごい喋っとった。車見に行ってんのに、車見やんと、おばあちゃんとずっと2時間ぐらい喋ってた。結構ね、話してたね。こんなとこ大体いなくなっちゃったけどね。なんかね、特殊な車、バブルぐらいの時やったからね。バブル高ぐらいやってんけど。ちょっとバブルの頃からね。やっぱりそういう変わった会社って屋さん系が多いでしょ、のの人って。でクレーマーが多かったんやって。で夜中にでもなかったら泊まったから、とにかくチューニングやったら泊まって当たり前やっちゅうんでね。でもディーラーしてるから文句も言われへんかって言ったら、ヤクザみたいなやつがおって、ややこしかって言うとった。そんな話をね、その社長が言うとったけどね。まあね、経営費なんかまともな人ならんからね、普通ね。あっちゃん欲しかったんやけどね。あっちゃんまともな人やけど、マイク・タイソンが昔乗っとったんやね、K2P の、イエローのね、オープンカーね。マイク・タイソンの椅子にマイク・タイソンチャンピオンって書いてあるの。なんとかヘビー級チャンピオンがなんか書いてあるのね。刺繍してあるのね。それがね、中古で出てて、ね、日本に入っとって。あ、そんな高くなかったんだね。鶏肉をね、
全然ドリップ出てないじゃん。綺麗でしょ、自撮り。ほら、ね、これがいい、いい鳥やねんね。木の感じだね。普通1日だとすごいドリップ出るんだけどね、スーパーで買った若鶏とか言ったら。これをね、あんまり大きいと今お鍋は食べにくいね、熱いんでね。これぐらいに切っておきましょう。煮やしておきますね。よっ、よいしょ。これは小さめにね、食べやすい大きさに切っていきます。食べやすいんでね。まあ大きいとねゴロゴロするでしょ。でも小さいと食べ応えないでしょ。だから2種類の食感に切っていきます。また鶏肉あるからね、頼んだら入れたってもいいしね。多分団子が、つみれ団子があるからね、多分十分やと思うんだけどね。よいしょ、よこんな感じになったんで ね、この辺りに、あちちちち、これをね、もち巾着入れて、でね、お芋さんの近くに人参さんをねいっぱい入れて、白菜とかもねこの辺に、大根もこの辺に。火を強くかけてね、鶏肉をね、鶏肉を上下ひっくり返して、ちょっとね、火、コト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 煮込んだってんけどね。これで、この上にね、こんな感じで蓋して煮やしておきます。はい、ということでお鍋できました。お部屋食べましょう。